あの薬に関わってしまったようだね。高堂さんが新選組で行っていたのは、幕府の命令により羅刹を生み出す実験だった。羅刹とはすなわち鬼神のごとき力と驚異的な治癒能力を持つ人間のことだ。そしてその羅刹を生み出したのは落ち水という薬だ。これは西洋ではエリクサ、中国では仙丹と呼ばれるものに値する。落ち水。